やっほー！ハロハロ、こんにちは、ゆんです。本日はですね、いつもとね背景が違うと思うんですけども、私は今北海道に来ております。ゆん in 札幌でございます。なぜね私が今北海道の札幌にいるかと言いますと、今年お正月動画でね、コロナで去年みんなに会えなかった分、うちらがみんなに会いに行くよって言って、そういう会えるイベントをたくさんやるよっていうお話をしたと思うんですけど、実はそれがもう始まっておりまして、ただいま絶賛バンユンカーニバル、推しは推せる時に推せ、てかファンミやるの推せという5大都市を回るファンミーティングのツアーを行っております。イエーイ。でね、一番最初に行ったのが私の地元の名古屋、そして大阪。そこでは相方のバンビ君の生誕祭を行いました。みんなと一緒にねお祝いして、で今3つ目、北海道に来ています。で次が福岡、ファイナルが東京って言って5大都市もあるんですけど、北海道は3つ目ということでね、ただいま折り返し地点みたいな感じ。いやでもなんかさ、半分まで来たけどさ、なんかすごい終わっちゃうのかなと思って、毎月の楽しみだったの、このファンミが。だからちょっと終わっちゃう気がして、だったらファンミ始まらない方が良かったなとかも思いつつ、終わっちゃうぐらいならね。でもみんなには会いたいしっていう複雑な気持ちでございます。今んとこ全通して来てくれてることがねすごくありがたいですし、北海道とかでこういう会えるイベントとかも今までなかったから、初めましての方が多くて、わざわざ足を運んできてくれてね、なんか本当にそれだけでめちゃくちゃありがたいです。会いに来てくれて、応援してくれてありがとうございます。こうやってね、やっぱリアルイベントをやるとね、皆さんと実際に会ってさ、やっぱ実感するわけ。あ、本当になんかみんなも実在してくれてるんだみたいな、本当に応援してくれてる人がこの日本に、この世界にいるんだって思って実感が湧いて、すごく頑張るパワーがみなぎってきます。めっちゃ支えられてる、本当に普段から。ちなみにただいまの時刻は夜中の1時となっております。北海道のファンミが終わって、その後ね、八京さんっていうイクラのよいさーみたいな、よいさーっていう溢れるぐらいなみなみに乗せてくれるねイクラ丼を食べに行きました。めっちゃ美味しかった。これ絶対これが食べたいって言ってね、ファンミの後にわがままを言ってご飯に連れてってもらいました。で帰ってきて今でございます。せっかくさ、ヘアメイクさんにね、ヘアメイクもしてもらって、目もキラキラ、まつげバサバサ、唇プルンプルンみたいな。で、髪の毛もこんな可愛くね、ポニーテールしてもらって、動画撮りたいなと思って、せっかく可愛く、綺麗にね、してもらったのに。あーちゃーちゃー。何これ？今日は、超久々にね、この、パッキング動画とやらを撮っていこうかと思います。パッキングって言っても朝ね時間がなかったからもう詰めてきちゃって、逆パッキングをしていきながら私の荷物を紹介していこうかと思います。普段何を持ってっているのか。よいしょ。じゃあ早速このキャリーの中身を紹介していこうと思います。なんか人がさ、キャリーバッグとかカバンの中身って気にならない？私は気になるんだけど、みんなはどうですか？それでは早速やっていきましょう。キャリー君、ちなみに今回北海道のファンミーティングはですね、1泊2日で北海道に泊まっているんですけど、1泊2日でもねこのサイズのキャリーを毎回使うの。こんな感じで全部片面服なんですけど、多分ね6コーデぐらい入ってるの。自分たちが主催してるイベントだからさ、スタイリストさんとかももちろんいないの。だから自分で衣装を準備して何着ようかなーみたいな。バンビ君ともこうなんとなくさ、系統が合うようにね、いろんな系統のお洋服を持ってくるようにしています。ちょっと軽めに紹介するね、何の服持ってきたか。まずこちら、ファンミーティングの2部で来たんですけど、じゃん、お花柄、小花柄、なんだろう、エリチのシャツで同じ柄のスカートでセットアップになっています。靴も3つ3足持ってきてて、この白いブーツを履いていました。これ結構ねヘアメイクさんとかマネージャーさんとかに褒められたコーデです。可愛いみたいな、それがいいって言って選んでくれた。実はこちらのセットアップね、おしゃれなセットアップに見えますでしょ。実はこれゴルフウェアだったの。確か去年ぐらいからゴルフを始めまして、月1ぐらいでねコースを回るぐらいねハマって
ているんですけども、そのゴルフウェアでございます。気づかなかったでしょ。実はこれゴルフウェアだったの。あんまカジュアルになりすぎないようにさ、あえて白いブーツを合わせて、いかにも私服でセットアップですよ、みたいな。これにスニーカー合わせちゃうともうゴルフ感がすごいからさ、雰囲気を変えるために白いブーツを持ってきてました。この動画を見てる人にしかわからない裏話。あとは、あ、オーバーオールどっかに忘れてきちゃった。あとこれ、写真出しときます。こんな感じで、ピチッとしたね、薄いピンクの T シャツの上にオーバーオールを着て、ちょっとカジュアルに着ていました。これは実際一部のステージでね、着た衣装です。今回、家にある私服だけで揃えたから、コーデを組むのに時間がかかりました。一応さ、なんかこう、みんな動画を見てくれて、コメントしてくれたりとか、Twitter で毎日リプをくれたりしてね、大体のこのみんなの名前とか、この子はこういうことを言ってくれてたなとか、そういうエピソードは私覚えるの得意なんですけど、やっぱ画面越しじゃん？少しでもね、あ、動画よりも、ママの方が、あれ？可愛いんじゃないか、みたいな。思ってもらいたいじゃん、やっぱ女の子だし。だからね、こういうお衣装とかも、自分が少しでも盛れる、可愛く見える、映えるものを選んでコーデを組んでいます。これもね、衣装として持ってったんだけど、着なかったから、今着てる。あとはこちら。じゃーん。ファーファーのね、このタイプの、フリフリのさ、ティアードみたいなスカートがすごいお気に入りで、私、これの白も持ってるし、黒も持ってるぐらい大好きなやつ。行きの飛行機ではこれを履いて、この白いブラウスを着てました。だから結構着回してんだよね。これ可愛いの、レディアゼルのこのパフスリーブ。超可愛い。何にでも合うから万能。で、シワにならない素材。めっちゃいい。あとこれ。これもね、着るか迷った。ジュエティ、まだタグがついてますね。襟がね、ワンポイントになってて、バイカラーになってる。ミニワンピです。これね、結構短いの。でも、お腹が結構キュッてなってるからさ、スタイルよく見えるんだよね。あとパフスリーブ。超可愛い。腕がね、細く見える。ここが広がってるから。超可愛い。これもまあ着るならブーツかなって思ってた。あとは、これもジュベティ。これはね、結構、バイヤーの動画でも何度か着てるから、知ってる方は知ってるかもしれない。あのね、こんな感じで腕がポンポンみたいになってるの、こうやって。で、着るとね、ここがこう広がるの、こうやって。ぷくぷくって。わかる？玉ねぎみたいなさ。超可愛いの、これ。これもミニワンピです。でもさっきのこの青いのと比べると、ふわって広がってるから、乙女チック、女の子チック、ガーリーですね。可愛い。真っ白コーデで、これもブーツと合わせようかなって思ってた。これもね、お気に入り。ここら辺はショーパンなんですけど、やっぱ短いからさ、下に着る用のインパンとして持ってきました。好きな方着ようと思って一応多めに持ってきた。あとは、じゃん。レディアゼルのセットアップです。こういう A ラインのスカートで、見てこの裾。超可愛くない？わかる？フリフリフリ、なみなみなみってなってんの。超可愛い。これもね、動画で着たことあるから、知ってる人は知ってるかも。結構綺麗めなコーデかなっていう。かわいい。もう洋服大好き。幸せ。これもね、裾がほら、トップスの裾もフリフリってなってるから、私はあえてインせずに出して、下も上もフリフリみたいな。かわいいのこれ。伝わる？語彙力大丈夫そう？やばい、めっちゃ喋っちゃう。超楽しい。YouTube 撮るの楽しいな。こうやってさ、私の消化しきれなかった、このコーデにかけてる思いをさ、聞いてもらえるのって、こんなに楽しいの？聞いてくれてありがとうございます。あとは、ボーダーのこういう、ピチッとしたニットなんですけど、これも暑いから着ないかなと思いつつも、オーバーオール用に持ってきた。でも、暑いから絶対着てない。こういうね、必要ないものも私は持ってきてしまいます。あとは、インパンですね、こういう。だいたい私、ミニのボトムスを履くときは、こういう、ビゼパンを履いてます。だから、パンツは映りません。結構ね、心配されるんだけど、私は 100% 毎回下にこういうのを履いてるので、動画でパンツが映ることはありません。はい、スタッフ終わってほら、全部服でした。じゃあ次こっち。こっちはなんかこういう変な、サンタクロースみたいな袋に、とりあえず、靴をね、ポン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 って詰めてきました。まずまあ一足目が、こちら、白いブーツですね。これはなんか渋谷のセンター街、センター街？センター街？センター街付近で、こ
購入しました、靴屋さんで。そしてこちら真っ白なね厚底、これはねよく履いてる。厚底だからね身長も盛れるし、白だからね結構何にでも合うの。長いスカートの時にこう合わせる厚底。そしたらねこの膝下がね長く見えて、足首がなんかこう細く見えるんだよね。厚底って言いたい。みんな白い厚底は一足持ってたら便利だよ。足が盛れる、細く見える。でもう一個、ほんと全系統に合うようにね靴バラバラな系統のものを持ってきました。こちらストリート系にも合うようにじゃん、バレンシアガのあの有名なやつ。でもバレンシアガってさすごい可愛いんだけど、このクリアソールとかね、さぺちゃんこじゃなくてここが厚いからさ、厚底だからさ足もちょっと細く見えるしさ。でもね重いの、重いんだよねこれ、足がね疲れちゃうのすごく。だからねちょっとずっと履いてるのは疲れちゃうから、ステージに上がる以外の楽屋とかはもう脱いで靴下でそのまま生活しちゃってる。だから靴下真っ黒になるんだよね。靴の意味ない。でも履くとめちゃめちゃ可愛い、だから我慢できる。あとはまあ小物たちなので、こちらヘアビューロンですね。これ大事、必須アイテム。ヘアビューロンってなんか使えば使うほど髪が綺麗になるみたいなキャッチフレーズみたいな感じだった気がする。でも確かに安いヘアアイロンとかを前使ってたんだけど全然仕上がりが違う、ツヤが違う。なんかストレートをこうピーってかけたらなんか水分をちゃんとしっかり中に含んだまま蒸発させずにまっすぐにしてくれるから、なんかすごいツヤが出るんだよね、パサパサにならないとか。あとは一応念のためにヘアメイクさんもいるんですけど自分のマイコテを持っております。これは心配性ですね、念には念をで自分でも持ち歩いてるよっていう。で次こちら、これはねちょっと見せられないんですけど、あんまり下着とかが入っております。でこちらじゃん。もうやばい、朝急いでさ詰めてきたからさぐっちゃぐちゃなんだけど、まず歯ブラシじゃん。歯ブラシ、これはお風呂セットでございます。体洗う時とか湯船に入る時にこう髪をまとめる用のヘアクリップ。このバッグはね無印で買ったサウナ用のサウナバッグみたいなやつ。このままね入れるの、濡らしても通気性がいいやつでメッシュになってたりするからめっちゃ楽。まあ、あとは体を洗うこういうボディタオルでしょ、これは普通に100均で買いました。でこれフランフランで買ったなんかこういう、落ちちゃった、セクシーな声出しちゃった。こういうブラシ、なんだっけこれ、タングルタイザーみたいなさ、ティンクルタイザーみたいなやつ、ブラシ。でこれは洗顔ネットですね、洗顔。最近はこのロゼットを持ち歩いてます、泥洗顔。なんか肌がねキュッキュする気がする。であとこういう容器にシャンプーとコンディショナーとボディーソープ、この3つを家で詰め替えてきて持ち歩いてます。こんな感じかな、お風呂セットは。ということでこんな感じでね空になりました、私のキャリーケースの中身でした。パッキング動画でした。何年かぶりにパッキング動画なんて撮ったから、実際パッキング動画ってどんなんだったっけってちょっと思ってたりもするけど、ほんとずーっとねマシンガントークというかバーって喋っちゃうぐらい動画撮ってるのが楽しかったし、聞いてもらえてることがすごく嬉しかったです。まあ今のパッキング動画を見ててね分かってもらえたら嬉しいんですけど、こうやってイベントで皆さんと直接お会いできるのが本当に嬉しくて、前日とかはもうワク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 しながらこう荷物をね詰めています。これ着ようかなみたいな、どうしようかなみたいな、私物プレゼント何送ろうかなみたいな、何だったら喜んでくれるかなって。自分がもし誰かのファンをやっていて何をもらったら嬉しいかなとか考えながら、そういうのを考えるのが好きなのかも。以上、ただいまの時刻1時45分ぐらいなんですけど、真夜中の北海道でのパッキング動画でした。皆さん本当に最後まで見てくれてありがとうございます。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。それでは皆さん今日も一日お疲れーション、バイバイ、ありがとうございました。